お店やオンラインショップから商品が届く宅配サービス、いわゆるデリバリーサービスが変わってきています。先月アイスクリームチェーン店バスキンロビンスがドアダッシュと提携してスクープの状態でも届く宅配サービスを開始。デザイナーブランドのレンタルサービスRent the Runwayも今年から即日宅配サービスを始めるなど、お店に行かなくても短時間で商品が手に入るサービスが増加しています。今回はその中でも今話題のただ届けるだけではないちょっと進化した宅配サービスを紹介します。I use home food delivery service when I'm too lazy to go out, which happens often enough. It's a lot less work than having to go out by yourself and do it. Yeah. It's easy. Yeah, it's easy. It comes right to you. You don't have to deal with, like, for example, like if you want to shop online, you don't have to deal with all the people, stuff like that.宅配サービスの中でもバラエティ豊かなのが定期的に送られてくるサブスクリプションサービス。テーマごとに料理の材料が送られてくるミールキットや世界のお菓子の詰め合わせ、また月々のワインが送られてくるなど様々。ワインボックスからはワインテイスティングをコンセプトに3種類のヨーロッパ産ワインが毎月1グラス分ずつ送られてくるので、お酒初心者も挑戦できます。そんな家まで届けてくれる宅配サービスも近年はさらにパワーアップ。カリフォルニアを拠点とするズームピッツァはコンピューターやロボットを駆使したピザデリバリーです。焼き窯が導入されたトラックで最適なタイミングに焼きながら届けてくれるので、まさに出来たてピザが届きます。現在はカリフォルニアのマウンテンビューとパロアルト地域のみのサービスですが、活動地域も拡大していく予定なんだとか。また食だけでなくアパレル業界でもこんなサービスが。洋服選びが苦手、または買いに行く時間がないという人に嬉しいのがオンラインスタイリングサービスです。 Daily Look is a subscription personal styling service, and it's really about making, you know, style effortless and making it really easy to elevate your style. ここ数年で急成長しているのがオンラインスタイリングサービス。その中でもデイリールックでは、消費者が記入したスタイルアンケートの回答をもとにスタイリストがあなただけのアイテムをピックアップ、そして家に届いたボックスの中から好きなものだけを購入し、残りは返送するだけのサービスです。では早速スタイルクイズに挑戦したいと思います。なんかすごく細かくサイズを選べたり、いろんなファッションスタイルがある、自分好みの選択できるようになっていますね。あとは冒険してみますかっていう質問もあります。面白い。アンケートに答えてからおよそ4日でボックスが届きます。あー、何が入ってるんだろう。あ、綺麗に包まれてますね。なんだろう。あ、かわいい。あ、ストライプ柄で夏っぽいトップスが入ってます。あ、ジーンズも入ってる。今回はトップス、ワンピース、スカートにパンツと計9枚。スタイリストからのパーソナルスタイリングティップメモもあります。例えばこの白いトップスを合わせる場合、明るいパンツを合わせればカジュアルに、レザーのスカートを合わせればナイトアウト仕様に。ワンピースも仕事用とお出かけ用のスタイリングティップを教えてくれます。はい、アメリカでサイズの合うものを見つけるのがちょっと難しい時があるんですけど、すごいぴったりしているものが多かったです。あと自分では選ばないようなこういうデザインのドレスだったりパンツがあって、新しい発見がありました。5日間の試着期間があり、1着でも買えば40ドル分のスタイリングフィーがかかりません。 So, really giving herYou know, all of the things that you would get in an in-store experience, but she gets to do it in the comfort of her own home. 6月には Amazon も新サービスプライムワードローブを発表し、プライム会員対象で購入前の服を自宅で試着できるようになるんだとか。従来の買って届くという宅配サービスも、消費者の生活に沿ってさらなる進化が期待されますね。 Be sure to try it out yourself to explore some new trends and styles.